いつの世においても、モータースポーツは人々がピュアな情熱を傾ける魅力的なスポーツだ。サク。皆さん、こんにちは。こんばんは。新サクの部屋のサクでございます。グランツーリスモスポーツの時間、やってまいりました。まあ、いつもなら車好きあるあるを言うところなんだけども、まあ、ちょっとあえてちょっと名言チックなことを言ってみました。はい、ということで今日も明るく楽しく元気よくやっていこうぜ。グランツーリスモスポーツの時間だ。さあ、ということで、今日はですね、まあ、このシビックタイプ R、前回ね、まあ、鬼の改造フルチューンを施して、まあ、時速300、ああ、言っちゃった、危ない。時速、うん百、うん十、うんキロ出ました。はい。よーし、やってきたぜ。シビックタイプ R の時間だ。さあ、前回ですね、このシビックタイプ R を、まあ、鬼のフルチューンを施して、一体時速、最高速度何キロ出るのかというね、検証動画も作りました。まだご視聴じゃない方は、ぜひご視聴よろしくお願いします。本日ですね、このシビックタイプ R、レースに出場します。そしてその相手は、スーパーカー軍団。そう、スーパーカー軍団にも引けを取らないこのシビックタイプ R が、駆け抜けます。この、ルート X という、最高の舞台を、皆さん、シビックタイプ R を応援しましょう。では早速、この熱きアメリカの舞台に飛びたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、時間はですね、ちょっと最近この11時が非常に好きで、なんか眩しくないし、あんまり。はい、この11時で行きたいと思います。ではガレージから早速選ばなくてももうシビックタイプ R が出ているぜ。よーし、やってきたぜ。そしてこのレースにするためには必ず、ここ1で走行台数は20。そして私いつもグリッドスタートなんだけども、ここはローリングスタートでいきます。ブーストは強い。強いにしてることでめちゃくちゃ面白くなりますから、まあ見ていてください。AI も超速いからね。そしてスリップストリームも強いにします。さあ、そしてここよ。適車のカテゴリー。まあこれね、N400 でも500でも一緒でした。はい。ただ、まあ400の方がいいかなみたいな感じで。まあ、そうか。よし。500で行こう。今日は500で行ってやるわ。500で。行きますよ、500で。はい。N500 で勝負してみせましょうよ。まあ、多分追いつくかどうかわかりませんけど。はい。相手は、フォード GT、マクラーレン。おっと、弟分 NSX。まあ、兄貴でもあるけど、コルベットも走ったアベンタドールじゃないか。DB11、MP4。いやいや、面白い車がいっぱいだ。でも必ず勝ってみせるよ。このシビックタイプ R 乗れば。俺は無敵だ。頑張っていこうぜ。相棒。さあ、走ろうぜ。相棒。俺が出ない。やっぱり20番手のシビックタイプ R が出ないな、おい。出せ、出せ、最後まで移せ。はい、ということでやっていこうぜ。N500、車格は2段上。頑張っていこう。シビックタイプ R の全力疾走。皆さん、しっかりと応援よろしくお願いいたします。よし、走っていこうぜ。素晴らしい車がいっぱいだ。よし、走っていこう。さあ、ここからどういう風になるのか全くわかりませんが、まあ、勝てるかもしれませんからね。N500 でも勝てるかもしれない。ここからは、もう才能の勝負ですよ。才能。運と才能を合わせ持ったドライバーしか生きていけない。はい。で、あの後ですね、ちょっとフルチューンをちょっと再度やり直して、結構ギア比また変えました。はい。なので、これは本当に最高速試験用じゃなくて、今回はレース用のフルチューンにしております。こういうレースをしようと思ってたから、レース用のね、フルチューンにしてますので、ぜひね、ご理解のほどよろしくお願いします。はい、普段のサーキットでは絶対に走れません。このフルチューンでは、何分こういう直線が多い時のように、まあ、やってますんでね、よろしくお願いします。よーし、やっていこうぜ。いい感じじゃねえか。さあ、マクラーレン F1 軽々と奪っていく。おっと、裏感じゃねえか。メルセデス AMG もどうした。ルイス・ハミルトンが乗らないとそんなに遅いのか。大丈夫か。おい、 SLR マクラーレンもいるじゃねえか。おいおいおい、7000万超える車がそんな走りいいのか。おいおいおい、フェラーリ F40 もさ、全然大丈夫なのか。おい、ちょっと待って待って、みんな、おっとっとっとぶつけるんじゃない、ぶつけるんじゃない。おい、ホンダのなんて言うんだみたいな感じの F50 の言い方よ。その車何なんだ、ホンダの NSX じゃないのか。おいおい、みたいな感じの言い方すんなよ。 F50、 おい、 F50 じゃないわ、 F40 や。OKOK。 よし、いい感じだ。そして最高速度あっという間に超えられそうですよ。いい感じじゃねえか。っていうか、速えな、こいつら。ばっかじゃねえの、ほんと。速すぎなんだよ。まあでもね、俺は絶対勝つよ。最後に勝つのはこの俺だ。頑張っていてくれよ。よし、行こう。みんな、頼んだぜ。今日のバトルは、きっと、伝説になる。その伝説を作り上げるのは、この俺だ。よし、やっていこう。今、現在9位。現在9位でございます。
さあ、ここに固まってるね、ここに固まってるね。みんなスーパーカー軍団どうしたんだ、スーパーカー、スーパーカー軍団ちょっと待って、よし、オッケーオッケーオッケー、スクショスクショ、今1位よ、俺のスリップには入れんぞ、俺のスリップには絶対入れんぞ、俺のスリップには入れんだよ、オッケー、俺必ず1位取るから、ね、今日は。よし、おっと、やっぱりな、出てくるよな、出てくるよな、フォード、マクラーレン、おいおい、やっぱスーパーカー出てくるな、おい、俺の大好きなアベントドール、俺の大好きなアベントドールだけど、今日は敵だからな、おいおい、おっ、お兄ちゃん、お兄ちゃんじゃないわ、弟、弟、おい、弟、兄貴を抜くな、兄貴を抜くな、おい、NSX、新型 NS、おいおい、兄貴を抜くんじゃねえ、兄貴を抜くんじゃねえぞ、おいおいおい、よし、いい、ちょっと待て待て待て、ちょっと待て。おかしいなこれは。どうしたんだ、今日に限ってお前シビックがやけに遅く感じるぞ。大丈夫か、おい、セカンダリタービン止まってんじゃねえのかこれ、大丈夫か。よし、オッケー、いい感じいい感じいい感じ、コーナー曲がってコーナー曲がって、ストレートよストレート、ここで一旦また前に出るけど、どうせ抜かれるのが関の山。オッケー、ホンダ NSX、 おい後輩、弟、おい、俺を抜いたらどうなってんのか分かんねえのか、おい、どうなるか分かってんだろうな、おい、ちょっと中学校の先輩に言うぞ。オッケー、よしよし、いけいけいけ、はい、まくられんか、いい、ちょっと待って待って、ちょっと一旦 NSX 後輩 の、 あの後ろに入ろう、弟よ弟、よし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 、こっち来いこっち来いこっち来い、さあいい感じできたぞいい感じできたぞいい感じできたぞ、まあでも結局俺が勝つね、マクラーレンだろうがフェラーリだろうがポルシェだろうが、ええじゃねえよ、俺の勝ちだぜ。よし、ここで一旦1位だよ1位だよ、オーケーオーケー、いい感じいい感じ、さあでもここからが持たないんだよな、一気にこう、おっとフォード GT に攻撃されたぜ、ほうほうほう、やってくれるな、いい感じじゃねえか、まあでも大丈夫だ、必ず俺が勝つ、絶対に勝つんですよ。ここら辺りからはもうね、あのおんぶに抱っこ作戦でいくしかないよ、おんぶに抱っこおんぶに抱っこ作戦でいきます、はい、よし行きます行きます行きます、おんぶに抱っこおんぶに抱っこ、よしよし、ぶつからない、ガシャンって言わない程度に、はい、金魚の糞金魚の糞これこれよこれよ、これで最後までいってファイナルコーナーで一気に抜くわ。さあそして俺らを抜いていったら、はい、オーケーオーケー、はいはい、今度乗り換え割り乗り換え割れ、はい、乗り換え割れです、な何を言っとんねん、乗り換え割り乗り換え割り、はいはい、スマートフォンですよ、よーし、いい感じだ、ここからはもうこの作戦に行くしかない、みんなちゃんと学んでるか、おい、教えられて身につくもんじゃねえよ、自分で作るもんなんだこういうのは、こうやって自分で作るんだよ、よーし、いいぞ、おんぶに抱っこ作戦、さあ抱っこにチュ、はい、オーケーオッケー、この作戦でいいぞ、これで順位落ちないからな、で最後の最後でハイエナのように1位取ってやるわ、オッケー、いいぞいいぞいい感じだ、さあ邪魔なんだよ早く行けよ、これ一番最強なのは3番手、違う2番手のスリップに入るのが一番最強、オッケー、来た、フォード来た、フォード来た、フォード来た、行くぞ、乗り換えするぞ、乗り換え割り、オッケー、いいぞいいぞ、乗り換え割りだ、番号そのまま、オッケーオッケー、いいぞいいぞ、いい感じだいい感じだ、勝つぞ、俺絶対勝つぞ、今日のこのバトルは絶対に伝説になるぞ、オッケーオッケー、おんぶに抱っこ、抱っこにチュ、オッケー勝ちだ、あーやばい、やっちゃった、やっちゃった、はいはいはい、大丈夫大丈夫、はい、はい、気をつけて気をつけて、落ち着け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 、コーナーでおんぶに抱っこにチュはダメだ、コーナーでは注意、コーナーでは注意、おーしよし、ちょっと日本勢来ないじゃないか、日本勢、おい、みんな外車にばっかり負けてんじゃねえよ、 NSX 走ってたじゃないか、ホンダの魂もっとしっかり見せろよ、ファイナルコーナーだぞもうすぐ、よし、いい感じいい感じ、おこれはいい感じに来たぜ、これはいい感じに来たぜ、この辺でいい感じに来たぜ、これ OKOKOK、 よしよし、あっ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 、いけよ、みんな応援してください、皆さん応援してください、最後の最後にこのホンダシビックやるよ、シビックやるよ、最後の最後でいくよ、よし OK、 コルベット来た、コルベット来た、コルベット来た、 OK、 よし、いけ、どけどけ、邪魔だ邪魔だ邪魔だ、よ、いけ、あーまたやられた、これいつものお約束やん、これもうちょっと待て待て待て、どこがクリーンやねん、これの。どこがクリーンやねん。このまま一旦、いるか、よし、後輩いるか、後輩いるか、後輩じゃない。ドイツだ。違う違う違う。なんか1位のやつ、1位のやつ、1位のやつ探せ、1位のやつ探せ。いた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 、1位いた、1位いた。NSX、NSX、お前そこ、空気読め、空気読め。ちょっと待て、待て、待て。待て待て。よし、ちょっと待て待て待て。よし、いい感じ、いい感じ。さあ、これが1位、2位の争いだったらもっといいんだが、まもなく1位は向かい風の影響で速度が遅くなってくるはずだ、おそらくあのコルベット、よし来た来た、おっとっとっと、 NSX じゃねえか、 NSX が1位出たな、ホンダの魂を見せる時が来たな、よしよし、そいつらあと1位と2位3位全員巻き込んで事故れ事故れ、よし俺が1位だ、オーケーオーケー、よし来た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 、こっから本気はシビックタイプ R、 行けよ行けよ、よしいい感じだいい感じだ、おんぶに抱っこ作戦、行け、おんぶに抱っこ作戦、よし、おんぶに抱っこ作戦、おんぶに抱っこ作戦、おんぶに抱っこ、乗り換え割れ、乗り換え割れ、よしよし、いた、来た来た来た、よし、後ろ後輩いる、後輩は空気読んでる、中学校の兄貴の先輩に言われたらやばいと思って、今ちょっと後輩はちょっと控えめになってる、オーケーオーケー、来た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 、こっからこっからこっから、行くよ行くよ、よし、行け行け、
よし、来た来た来た、フォード邪魔、フォード邪魔、ここで行け、オーバーテイク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 、一旦オーバーテイクや、一旦オーバーテイクや、よし、来た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 、邪魔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 、来た来た、これはこれはきつい、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 お、来た来た、いやいやいや、よしよしよし、あ、邪魔邪魔邪魔、あー、あー、くっさー、フォード、よーし、クリーンレースじゃねえか。皆さん、お疲れ様でした。サークの部屋に帰ってまいりました。お帰りなさい。いやー、ということで、素晴らしいレースが終わりました。いや、本当に大変なレースだった。最後まさかあんなことになるとは思いもよらなかった。でも、なんかお約束みたいな感じになってるよね。なんかお約束みたいな感じになってますわ。はい。ではですね、まあこんな感じでちょっと、こういった最高のレース、また今後ともずっと続けていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。果たして1位を取ることができるのか。でも1位を取ってしまったら、なんかもう目的が達成されたみたいで、ちょっとなんか寂しくなるんですよ。なんかもう2位から10位ぐらいで終わってる方がなんか面白い。またよし、来週っていうか次もやるぞみたいな感じになってくるからね。1位取ってしまったらなんかもう、なんかちょっと寂しくなるからね。はい。ということで、まあ、追う立場の方がいいからね。追われる立場よりも追う立場の方がやっぱりいいかもしれない。その方が成長する。はい。ということで皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。また今後ともグランツーリスモスポーツ、まあレースとか検証とか、いろんなことやっていきますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。新サクの部屋のサクでした。